はい、どなたです？先ぶれに戸を叩かねば、お隣に気づかぬとは、人とは鈍いものよ。ディアドラ様、何のご用でしょうか？飽きた。はい？飽きた、つまらん。もうこの場所にとどまること、我慢ならん。我は町へ行くぞ。お主、案内せよ。まさか我の頼みを、お主が断るまいな。早押せ、行くぞ。ディアドラ様、お待ちください。ディアドラ様、会議所へお戻りください。ヘレス様がおっしゃっていましたが、その仮の器は脆く、あなたの力を震えるものでは。黙れ。はっ。我が名を口にするのもよせ。町の者どもに、キーの目で見られるのは、本意ではない。偽名が必要だな。お主が考えよ。みやびやかなものにするがよい。え？突然言われても、どうしたものか。まだか？そうですね。スカーサハ、というのはいかがですか？うん。その心は。おとぎ話の女王です。武勇に優れた賢者だったと言います。うん。スカーサハ。良いだろう。その名を名乗るとしよう。参るぞ。このスカーサハについてくるがよい。はっ。こんなにも活気があふれているとは。島を出た時には想像もできなかった。人というのは数が多いな。かしましいものよ。あれはなんだ？四角いものが並んでいる。ああ、あれは日干しレンガですね。焼くレンガよりも簡単に作れるので便利なんです。雨に弱いので家などにはアルスター島では使いませんが。お主の話し方はまだるっこしいな。今少し手短に話せんのか？え？ヘルエスもセルエルもそうだ。持って回った言い回しはすかん。はあ。そうだな。キクーシとやらが連れていた人ならぬ同胞を真似して話せ。同胞？ビー君ですか？ああ、敬語を使うなと。ん？あれはなんだ？お待ちください。じゃない、待て。一人で行かないでくだ。行くな。あらあら、かわいいお嬢ちゃんだこと。いらっしゃい。これはなんだ？キラキラしているな。これはね、髪の飾り紐なの。お嬢ちゃんは髪が長いし綺麗だから、こういうのをつけると映えるわよ。母さん、一人で行くと迷子になるぞ。従者たるお主が気を配ればよいだけのことよ。あら、まあ、ノイシュ様じゃありませんか。お久しぶりですね。前はね、町の中も外も見回りしてくださってたから、よくお会いしてたのに。ご婦人、お久しぶりです。お元気で何より。あなたもですよ、ノイシュ様。何せいろいろとありましたからね。お姿を見られて安心しましたよ。はい。なんだこれは。髪に絡みついて。スカーサ、
結び方が間違っている。ここをこうして。いった、何をする。あらあら、そんな風に引っ張っちゃいけませんよ。ほら、見せてごらんなさい。まったく、この下手くそ。申し訳ない。そういったものの扱いはヘレス様ならお得意なのでしょうが。スカーサ、話し方が戻っておるぞ。失礼。ん？あれはなんだ？あ、待て、スカーサ。ご婦人、お邪魔した。はいはい、また見に来てくださいね。まったく、あの年頃だったヘレス様よりよほど手がかかる。それにリアドラ様も二人揃って姿が見えないというのが意味ありげに思えます。それってもしかして古い体を壊されたことをリアドラが怒ってて、それで。そういう可能性もなくはありません。オイラには結構気さくなんだけどな、リアドラのやつ。なんであれ、リアドラ様の恩義に何かあってからでは遅い。急ぎ探したいのですが、私はこれから会議があるのです。ご助力願えませんか。そういうことなら任せてくださいね。セルエル、お前は気空師殿たちと共に町の地理に明るいものが必要でしょう。そうですね、会議の方はお任せします、姉上。よし、それじゃあノイシュとディアドラを探しに行くとするか。あっちの道へ行きましたよ。仲良さそうにしてましたね。よかった。あれくらいの小さな子がね、気楽にお買い物に来てくれて、本当に昔に戻ったようですよ。確かに一時期は子供が家屋の外に出ることすらできない状態でしたからね。よくぞ復興してくれました。私はこの島の民を誇りに思います。ばあちゃん、騎士の兄ちゃんたちはあっちの道を行ったんだよな。行ってみようぜ。スカーサハ、店先のものにむやみに触ってはいけない。ん？あそこにいるのノイシュさんたちです。ノイシュさん。ルリア殿。なんだ、もう追いつかれたか。ことづてもなく姿を消されれば探すのが当然でしょう、ディアドラ様。スカーサハだ。ん？なんだそりゃ。ディアドラの名は有名になりすぎた。街中で呼ばれては人の注目を浴びるのでな。あ、なるほど。じゃあこれからはスカーサハちゃんって呼びますね。うん、そのようにせよ、青の娘よ。私はルリアですよ。よかろう、我もそなたらを名で呼ぼうぞ、ルリア。さて、ついてまいれ、ルリア。まだ我は満足しておらん。やれやれ。なるほど、これがヘルエスが守りたいと言っていた
人の営みというものなのだな。うん、悪くない。この城下町は人も穏やかで平和な良い町だった。魔物が暴れ回る前までは。ん？何の音だ？あそこ！うわあ！大変です！町に入り込んだ魔物が屋台を襲ってます！急いで助けに行かなくては。行こう、団長殿。いや、助けていただいてありがとうございます。屋台に置いてあった食べ物、ほとんど食べられちゃいましたね。ええ、ここは町の端なんで気をつけてはいたんですが、一瞬でやられてしまって。こんなことならチンピラでもいいから見張りを頼むべきだったな。そういった者たちに頼るなとは、この状況ではとても言えませんね。やはり島が安寧を得るにはあなたの力が必要です、スカー様。スカー様？あれ？今さっきまでここにいたのに。あ、あそこだ！どこ行くつもりだ、あいつ！スカー様、待つんだ！街の外へ出ようとしているようですね。何にせよ一人にはしておけません。追いましょう。下品な声だな。姿で走ることにまだ慣れぬゆえ。スカサ！この竜はディアドラ？やったが、スカサはここに。ああ、走り疲れただけだ。怪我はない。この竜、ものすごく怒ってます。どうして？とにかく町へ入れるわけにはいかない。団長殿、力を貸してくれ。この竜をおとなしくさせねば。
ああしていると、古から生きる竜とは思えませんね。